皆さんこんにちは、ミリカ編集部の谷川です。今日から龍馬マラソン2022に向けて練習を開始したいと思います。頑張るぞ。はい、早速谷川さんの方もチェックしましょう。結構スピード速いですよね。これはジョギングよりも速いスピードだと思うんですが、谷川さんはスポーツこれまで経験あるんだったらいいと思いますが、初心者はちょっとね、この走る時のスピードは気をつけた方がいいと思います。そしてスローモーション、うまく前傾もできていて、ちょっとでも視線下向きすぎですかね。それほど猫背ではありませんが、ちょっと前傾が強すぎるとか言ってね、スピードが出てしまいます。着地はまあかかと着地なんですけど、もう少し体のね、真下で着地をするという意識を持つといいと思います。さあ、そして次正面ですね。足がちょっと先開いてる感じがするんですけど、まあそれほど大きな故障につながるものではないと思いますがね。あとはやはりちょっと骨盤が硬いような走りをしています。ウォーミングアップの時にね、腰を回したり腰のストレッチをやったりするということをしっかりやっていただけると、もう少し骨盤の動きが滑らかになると思います。あとこうやって背中から見てる時はね、肩甲骨が動いてるかどうかっていうのもね、ポイント。今スローモーションですけどね、まあ動いてなくはないですが、もう少しこう胸を開いて肩甲骨の動きを意識すると、それほど大きくね、足を踏み出さなくても自然に骨盤から足が前に出るようになります。